一つ気をつけなきゃいけないのは、5分縛りですね。まあ5分以上喋ることはそんなにないと思うから、これでいけると思うんですけど、一応今カメラに、これは何だろう、小型のね、グリップですね。ちっちゃいグリップをつけて、それで、カメラを支えてるという状況で、これ手ぶれがどのぐらい抑えられるかどうかということでテストしてみたいと思ってます。今ね、ちょうど出てくる前にドリキンさんのマーク6の時の動画を見たんだけど、ちょっとね、脳を勘違いしてて、ね、マーク6はそんなに手ぶれ補正がね、効くっていう機種じゃなかったということを今更ながら気づいて、まあ、ちょっと後悔というわけじゃないけど、これでダメだったらちょっとショックだなと。まあ、ただ比較になるのがね、 LX100 マーク2なんで、まあ、あちらよりは多少いいんじゃないかなということで、まあ、使えるんであればこちらを動画機にしてこれから運用していけばね、いいかなと。とりあえずコンパクトでね、もういつでもカバンの中にね突っ込んでおけるような、そういう Vlog 用のカメラが欲しかったんでね、今回本当に散財というかね、衝動買いをしてしまったんですけどね。まあその一つにはね、キヤノンの新しいカメラ、あれがあまり AF 性能が良くなかったんで、こちらになったんですけど、まあとりあえず今ある中でマーク7を除けばこれが手ぶれまあまあいいんじゃないのかなと思ってはいるんですけど、まああとね、5分縛りっていうのはやむを得ないですよね。これからファームウェアでね、解除されればいいと思ってます。で、ちなみにね、設定としてはシャッタースピードは50分の1、シャッタースピード優先で、あとはオートかな。で、カラープロファイルはね、ドリキンさん仕様の PP10HLG ですか。これで、撮ってます。それで一つだけショックだったのが、これまあ今回みたいにマイク端子がついてるっていうことで、そのマイクの あれがそんなに重要視されてないっていうことなのか、なんて言うんだろう、マイク音声の入力レベル、要はマイクの入力音量、これの、ね、設定がないんですよ。まあないっていうわけじゃないんだけど、あるんですけれど、まあ通常っていうのと、まああとなんかコンサート会場とか、もうそういう室内とかだからね、音声がきれいに拾えるよというような2つの設定しかなくて、何デシベルとかレベルいくつとか1から26のうちのいくつとか、そういうね設定がないんで、ちょっとそれがショックですよね。でちなみに、モニター上に、レベルゲージも出ないんで、どのぐらいの音声で喋ったらいいのかっていうのもわからないと
いうことで、なんでこのカメラを買ったのかなというのがね、今になって、まあ悔やまれはしないですけどね、もう買っちゃったんで、これが最高のカメラだと思ってね、使っていくと思うんですけど、まあ手軽ですよね。というか手軽というか身軽でいいですよね。まあ画質はね、もうソニーのこのシリーズで、まあHLG も載ってるんで、満足なんですけれど、で、あとはテブレですよね。で、ちなみに、今、若干、風があるんですけれど、今流行りの、風防をつけました。カエル風防っていうんですかね。マイクのスポンジを切って頭に2つ両面テープでピタッとくっつけてで、まあどのぐらい風防効果があるかっていうのも帰って検証してみたいと思いますけれど、まあなんせ今日初始動なんでね、写真も撮ってない、いきなり動画からということなんで、まあ楽しみと一抹の不安があるという感じです。ということでね、いつもの学大の商店街へ歩いてるんですけど、あとね、一つね、これ問題はね、マイクのレベルの調整ができないっていうのもあるんだけど、音声がね、あんま良くないんですよね、確か。だからどこまで動画として使えるかっていうのもね、出てくるんですけど、でまた自分は動画ソフトで音声の編集とかあんまり上手じゃないんで、かえってね、むしろ悪くしちゃう方の感じなんで、あまり手を加えたくないとなると、やっぱね、余計不安なんですけど、よいしょ。で、まあちょっと明るいうちにね、検証してみたいと思うんですけれど、まあ、LX102 で、まあ、動画がダメだったっていうのは、まあ、歩かないにしても、手ブレ補正が、なんていうんだろう、こう、静止状態ね、歩かないでカメラを押さえた状態でも小刻みにね、ブレてるんですよ。それが、まあ、ちょっと自分の中ではネックだったんで、まあ、このマーク6の購入に至ったんですけど、こうホールディングしてる時にきちんと止まっているかどうかということと、あとこうバーッとアップした時に、やっぱきちんと止まってくれるかどうかということですよね。これ今広角端の 24mm、 あ、違う 24mm かで撮ってるんで、ちょっと一応 200mm まであるということで、200mm まで上げてみたいと思います。よいしょ。多分これで、最大 200mm なんですけど、多分これだとね、結構ガクガクするんじゃないかなと思うんですよね。ゆっくり今動かしてるんですけど、これだとね、小刻みな結構ブレが入るんじゃないかなと思うんですよね。よいしょ。だからまあ、再望遠ってね、200ミリで動画を撮ることはめったにないんで、まあそこは問題してないんですけど、今日広角端の時に、よいしょ、
なんか遅いなこれ。合格班の時に、きちんと手ぶれが効いてくれればいいかなという感じです。まあそれでさっきから全然気にせず、ずっとカメラ回してるんですけど、電池の減りがねどのくらいかとかね、そういうのも全然頭に入れてません。これどのぐらい持つのかとかも調べてないし、取扱説明書も読んでません。今ね結構な風ですね。これ自分の声のあれもマイクまで届きにくいんじゃないかなと思うくらい結構風吹いてますんで、これも風防テストのいい材料になるんじゃないかなと。よいしょ。あーけどこれモニター見てるとやっぱ結構揺れてますね。あの 4K で撮ってるんで、あのデブレ補正の中のレベルがスタンダードっていうやつですかね、設定できないんですよ。1080とかにすればなんかアクティブモードとかいうのがあるんでしょうけど、あるんですけれど 4K ではね、このスタンダードというのが最高状態と、いうことですね。ということでね、このカエル風貌に変わるいいスポンジがないかなということで、ダイソー100円ショップダイソーへやってまいりました。なんかいいものがあるといいです。こういうね、デコレーションボールっていうのがなかなか使い道がありそうなんでね、大きさも種類もいっぱいあるんだけど、何せ黒がないということでね、探したんですけどいいのがなかったんで帰ります。ちょっと買い物してる間にね、完全に、日は落ちましたね。もう真っ暗です。さあここから F2.8 始まりの、暗所どのぐらい取れるかっていうのがね、気になるんで試していきたいと思います。さあすっかり、日が落ちて、暗所のテストにこれから入りたいと思うんですけれど、相当ここはね、暗いところなんですよ。線路際、東横線の線路際、ここで、手持ち撮影をしてるんですけれど、実際に見るのとモニターで見るのではやっぱ F2.8 だったら、ギリギリモニターの方が明るいっていう感じですかね。こういう電車なんかどういう感じで撮れるんですかね。4K の 30p ですんで、かなり速い動きのものになるんですけど、
とりあえず撮ってみます。という感じです。音はね、これもう本当これは一番残念なのは音なんですよね。なんかね、ちょっとこう軽いね、カサカサしたような音声がね取れてるんですよね。さっきちょっとプレビューしてみたんですけど、しっかり暗くなって、今駒沢公園のちょうど裏の方 の住宅街を歩いてるんですけど、家を6時に出て今8時5分前か、1時間半ぐらいかな。それでも1時間半ぐらいしたらバッテリーが減ってきたんで、今、モバイルバッテリーからね充電しながら撮影をしています。お待ちください。さあ、そして、駒沢公園の方によっこいしょ入ってきました。よいしょ。いつもの、よいしょ、ちょっと持ち替えますね、カメラを。さあ、いつものところに歩いてきたんですけれど、ここがね、一番暗いところになるんですね、この壁際がね。で、今日は正面にね、駒沢オリンピック公園の、聖火灯がライトアップされてるんで、綺麗なライティングが見えてるんですけれど、普段はね消灯してるんでほとんど真っ暗なんですが、それでも多少明かりがあれば、一応映像としては見れる感じなんでしょうかね。よいしょ。RX100 マーク6購入して、
昨日 4K 動画で、動画を撮ったんですが、あまりに手ぶれがひどかったので今日は、4K をやめて、1080p、の30フレームパーセコンド、これで今撮影をしています。これで、手ぶれはだいぶ落ち着くんじゃないかなと思うんですけれど、なんだろう、 4K の時と比べて 1080p だとね、クロップがないんで画角もねかなり広がるんで、それでかなりまた手ぶれも抑えられるんじゃないかなというふうに思ってます。いや、ちょっと昨日の検証動画でかなり手ぶれがひどかったんでね、もうかなりショックを受けていたんで、まあ今後 4K での撮影を断念して 1080p でやっていこうかどうかという、まあ今日その検証をしてみようと思っているんですけれど、カメラはね、基本的に、今手持ちです、昨日はね、ミニハンドルをつけてましたけど、今日はカメラ単体で、両手でねカメラを支えるような状態で撮影しています。昨日もこうやってね、モニターを見てた時はああいけるじゃんと思ったんですが、実際に、モニターに映し出したというかね、パソコンのモニターに映し出した時には俺はもうひどいもんだったんで、まあちょっとすごくがっかりしたんですけれど、で散々酷評していたね、マイクなんですが、これが使い物なんねえよって言ってたのが、これがまた逆にめちゃくちゃ調子が良くて、むしろもうマイク外付けマイクか、外付けマイクいらないじゃんというね、気持ちにもなったほど音は良かったですね。はい、というわけで撮影を再開しまして、暑いね、昨日と同じルートで、動いてるんですけれど、あれですよね、何があれだかよくわかんないんですけど、まあ昨日とね気候も変わらないんで、比較動画としてはまあまあいいかなとは思ってはいるんですけど、なんかちょっとモニター見てると白いんですよね。まあこの辺は色の違いだったらね多少いじりがいがあるんですけど、なんかちょっと白飛びしてるような感じがするんですよね。遠方がね空が白飛びしちゃってるような感じがするんですけどね、まあこの辺は多少調整でなんとかなるんじゃないかなと思ってます。まあ同じ条件にするんだったら昨日のミニハンドル持ってくればよかったなぁとは思ってるんですけど、まあ一つね嬉しいのはやっぱこの音声ですよね。音声の入力がすごく綺麗なんで、これは嬉しい誤算でした。
これ赤どうも明らかに塩飛びしてるんですよね。まあ今ほんとこう見てる限りは昨日と同じで、結構手ぶれが抑えられて、ガクガクした映像にはなってはないと思うんですけれどね。これをまたでかいモニターで見るとガクガクなんでしょうか。まあ一番いいのはね 4K の映像が綺麗でいいんですけれど、見れない動画じゃしょうがないんでね、その際はもう HDR、1080p での運用でもいいかなと。よいしょ。それとね、あと昨日に比べて今日何が違うかというと、昨日の 4K で撮っていた時に、まあ3分4分喋った時点でものすごいカメラ自体が熱くなるんですよね。もう本当ね、熱いっていうレベルなんで、まあこれが例えば5分縛りの解除とかしたら、日中外ではね多分使えないレベル、使えないというかこれが故障するんじゃないかっていうぐらい熱くなってたんで、それで家の中でもねいろいろメニューとか設定してたら、なんて言うんだろう、温度上昇注意マーク、みたいのが出て、でそれで、画面がね落ちちゃったっていうことがあるんで、やっぱりちょっとこの小さなボディにねいろんなこんだけの機能を詰め込んでるのは、カメラに結構な負担をかけてるんじゃないかなと思うんですけれど、だからちょっと夏場の運用にもっていうだけじゃなくて、結構室内でもねそういう症状が出るということは、結構運用に気を使わなきゃいけないのかなというふうには思ってます。ということで一応まあ昨日と同じ、検証してみたいということで、この目黒の電波塔の下にやってきました。ここですね。で、この状態で、今広角 24mm から 200mm に上げます。えい、遅いね。まあこういった際のも結構手ぶれがね、アクティブっていう設定に変えられたんで結構いい感じなんじゃないかなと思うんですけど、はい、ここで引きます。はい、これで今広角になりましたね。まあこういう状態でピタッと止まってくれればすごくいい感じなんですけどね。よいしょ。今ねちょっとどうも白飛びが激しいのかなということで、設定していた露出プラス1をプラマイゼロに戻しました。これでどんな感じになるんでしょうかね。まあこれから暗くなってくるんで、逆にどんな効果が出てくるのかもね楽しみなんですが、よいしょ。いや今このモニターで見てる状況の手ぶれ補正だったらもう大万歳なんですけどね。これだけ手ぶれが効いてくれているんだったらすごく嬉しいんですけど。
もう 1080p でもいいやということです。あ、信号は青だな。たまにはちょっとこうカメラ持ってじゃあ走ってみましょうか。よいしょ。さあこれで走ったらね、どのぐらい画面がね揺れるかどうか、これもチェックの材料となると思います。まああとそれと昨日ちょこっと初めていじった機能があって、 HFR っていうスローモーションが撮れるモードがあるんですけど、まあ、あれがなかなか面白かったんですけど、いまいちね、使い方が分かってなくて、そして今日も昨日と同じ、コースで、線路際までやってきました。さあ今日も昨日とほぼ同じコースを通ってウォーキングをしてきてますが、まもなく駒沢公園、確か昨日ここでこんなことをしてたような気があるんだけど、ほら、えい、30度 10% って、昨日も30度 10% だったんだけど、 10% って何だろう、湿度じゃないと思うんだけど、まあ 2.F2.8 っていうのにちょっとこだわりっていうかね、疑問があったんですけど、結構明るく撮れますよね。F4 となるとね、ちょっとさすがにこれ厳しいんでしょうけど、 F2.8 っていうのは案外暗くてもいけると。これが今ここに3台自動販売機並んでますけど、こんなぐらいの明るさですね。ということで今日もやってまいりました。駒沢公園、オリンピック塔、オリンピック聖火塔っていうのかな、オリンピック記念塔っていうんでしょうか。今日も花火の人手でにぎわってますね。昨日ほどでじゃないですけれど、日のあるところ行ってみましょう。ズームしてみます。びっくりした。何やらサッカーの試合が盛り上がってるようなんで、ちょっと覗いてみましょう。
サッカーじゃないね。黒なんとかっていうの、クロッカス、それはサンダルか。うん、ルールもわかんないし、なんだかわかんないんで帰ります。ということで今日は昨日 4K で撮った映像がですね、すごい手ぶれがひどくて、ちょっと使い物にならないなということで、手ぶれ補正のレベル 4K では要はスタンダードっぽいものまでしか使えなかったんですが、それを 1080p に落とすことで、アクティブと、あとそのもう一つ上のアクティブなんとかっていうのがあるんですけど、まあそこまで強化されるということで、今日は1日、1080p で、動画を撮ってみてます。そしてやっぱね、今日動画もそうですけど、何枚かちょっとね写真を撮ったんですけど、写真はやっぱり色味っていうのかな、色味はちょっと実際まだ見てみなきゃわかんないんですけど、LX100M2、 まああっちの方がいいですね。やっぱそこはセンサーサイズの差が出てくるのか、マイクロフォーサーズなのかせいなのかなが、撮ってて楽しいっていうのはありますし、よいしょ、映像もすごい綺麗だと思いますよね。よいしょ、うん、ただ間違いなく、昨日の動画で確認したところ、マイク性能は抜群でしたね。これはもう当初の予想をはるかに、裏切りっていうかね、逆に自分が勘違いしてた部分かもしれませんけどね。よいしょ、音声は抜群です。もう外部マイクいらないよという感じです。それだけ今度ね、また身軽になる条件なんで、嬉しい誤算ですよね。さあ、ということで、買い物も終わりまして、あとは家路に向かうだけということで、とりあえずね、今日は2日目検証は、1080p、30fps っていうのかな、ということで画質をねちょっと落として、手ブレが効くスタンダードからね、アクティブというレベルに、上がったので、これでどのぐらい手ブレね、補正が効くようになったかっていうのを検証するために、今日は撮ったね、撮ってみましたけれど、これでまあ絵が綺麗になっていれば、まあ今後 1080p の運用も考えていきたいと思いますし、さらに、ファームウェアアップデートで、4K の手ブレ補正がスタンダードからアクティブとかね、ステップアップするようであれば、そちらも運用を考えていきたいと思います。まあとりあえず今日はね、帰ってこれがどのぐらいで、手ブレ補正の効いている動画になっているか楽しみなんで、編集してみたいと思います。まあ音声の方はバッチリいけてると思ってますので、楽しみにしてます。まあ本日はこんなところです。さあ今日で、3回目のテストになりますね。
RX100M6、毎日いろいろちょこちょこと設定を変えて、映像確認をして、試してみます。まあこれまでの経緯は、まずは初日、4K で撮りましたね。 4K で撮って、画像は綺麗なんですけど、もう手ぶれがもう全く効かないということで、これじゃ Vlog に適さないんじゃないかなということで、手ぶれ補正モードのアクティブというのが使えないんですね。スタンダードのまでなんです。4K ですとね。4K ですとスタンダードというレベルの手ぶれ補正しか効かないんですが、画像をね、落として、フル HD、1080p、こちらにすると、アクティブモードを使うことができるということで、昨日そのアクティブモードを使って、検証しました。これは今度は、色ですね。色味がちょっと悪かったんで、今日も、色味をね、ちょっとチェックしようと思って、設定を変えてみました。昨日はね、プログラムかな。プログラムという形で、ほとんどオート任せにしてたんですけれど、今日はですね、シャッタースピードを50分の1、それで、ピクチャープロファイル、ピクチャープロファイルを PP10 にしました。この PP10 は黒つぶれが少なく、そして白飛びが少ないというね、ウリキンさんの生み出してくれた設定、こちらで、試してみます。今モニターで見ている限りは、若干昨日よりは、空が空の色がね、白飛びしているような風には見えません。で、今日はまた初日の 4K の動画を撮影した時と同じように、カメラの下に10センチのミニハンドル、これをつけて、撮影しています。これがね、ベストな持ち方なのかね、それか両脇からカメラを支えて、持つのがいいのかね、どっちがいいのかわからないんですが、一応検証なので、今日はハンドルをつけて、テストしてみます。その他主だった点はこれなんて言うんだろうな、 DR なんとかって言って、要は色の違いかな、要は明るいとこと暗いとこの誤差を少なくするというね、機能があるんですけど、DR なんとかって言うんですけど、今日はこれを撮ってます。それとあとは、ホワイトバランスですね。ホワイトバランスはオートです。それと唯一変えてるのが、PP10 で、露出をね、プラス 1.0 というのがいいよということだったんですけど、ちょっとね、白飛びもあったりしたので、露出をプラス 0.7 に、1段階落としてます。今日はそういう設定での撮影になります。それと一応念のために、チェックとして、昨日空が白飛びしてしまうと
いう状況だったんですが、こういう暗いところから空にフォーカスを持っていくと、まあ青、若干青くなるということで、まあこれぐらいだったら実際に近い色合いなんじゃないかなと思います。さあ、そしていつもの商店街、駅前商店街に入ってきましたが、ここでのテストはフリッカーですね。フリッカー、先日の 4K 動画の時にフリッカーが出てたのがちょっと気になって、シャッタースピードを50に固定してるんですけれど、今日の動画で、フリッカーが出るかどうかっていうことですね。あ、これは蛍光灯ですね。どうでしょうか。さあ、そして、この3日間の定点撮影となった目黒の電波塔、ここでの撮影になるんですけれど、昨日までのね、設定、要はズームの際のスピードをね、普通に、してたんですけれど、それをちょっとスピードを上げてみたんで、速くなったかどうか検証してみたいと思います。えい、あ、これは十分速いですね。やっぱこのぐらいあった方がいいのかなと。はい、速くなりました。設定成功です。ウォーキング途中ですが、ちょっと寄り道したいと思います。いやー、すっかりちょっと道草をしてカメラ屋さんで油を売ってたんですけど、まあ、とりあえず手持ちのカメラの下取り価格を全部調べてきて、全部売ったらおいくらになるのというのと、8月末のソニーの発表会、どんなのが出るんでしょうねという話をしていたんですけれど、どのぐらいだろう、1時間まではないですけど、3、40分は喋り込んでしまいましたね。すっかり暗くなってしまいました。先日の動画で、白飛びしていた自動販売機、今日もう一回テストをしてみたいと思います。まあ前の真っ白っていう時よりはいいような感じですね。さあ、そしてウォーキングの終盤、駒沢公園へやってまいりました。時間はやっぱり8時5分前と、いつもと大体同じペースで来てますね。やっぱりモニターの方が明るいですね。明るく映ってます。
さて今のシーンを今度は 4K30p で撮ってみたいと思います。手ぶれがどのぐらい効くか、やっぱり小刻みなブレは吸収できないようですね。そして画角も広がってしまう、広がって狭まってしまう、まあ間違いなく 4K の方は画質がいいんでしょうね。よいしょ。さあ、せっかく、4K に今変えたんで、このまま、今日は 4K で撮り続けてみたいと思います。ここから先の映像は 4K30p、手ブレはスタンダードという形ですね。なので 4K30p でちょっと手ぶれを気にしてゆっくり歩いてみたいと思います。どうしても着地の時にね、手ぶれを拾ってしまいそうです。よいしょ。
降りてるから困ってるんですけど。